大誘拐は、天藤島が1978年に発表した推理小説。82歳の小柄な老婆が国家権力とマスコミを手玉に取り100億円を逆手した痛快な大事件を描く。1979年、第32回日本推理作家協会賞を受賞。週刊文春ミステリーベスト10の20世紀国内、部門第1位。 大阪刑務所にて三度目の服役となったスリ氏の隣、ケンジは犯罪は割に合わないと悟る。しかし構成して生き直すためにはまとまった金が必要であると考え、最後の大勝負として、和歌山の最後の三輪王である老婦人の柳川敏子の誘拐を決意する。ケンジは敏子が支援していた小児園の出身で、特殊化で周囲からも敬愛される彼女が危険に、 さらされれば、家族も身の代金を絶対に用意すると踏んだのだ。賢治は、雑居棒で知り合った空きの秋葉正義を一味に、誘い入れる。そこにかっぱらいの三宅平太が仲間に入れてくれと、懇願し、賢治はそれを受ける。日本随一の三輪王、柳川敏子を標的として、身の代金五千万を、ダッシュ、成功すれば、正義と平治には、 各千万を分配することになった。計画を聞いた正義と平太は躊躇するが、検事の度胸とリーダーシップを信頼し、ここにチンピラたちの誘拐団が結成される。三人は和歌山市内にアジトの確保、車、バイク、トシコの監視拠点の設定など、計画実行のための準備を整えていく。三人組はトシコの行動を監視するも、 トシコはなかなか自宅から出てこない。ようやく、親間歩きを始めた、トシコの行動パターンを把握し、誘拐に成功する。しかし、トシコは誘拐の直後から三人組に対し、アジトは、和歌山市内ではないか、車は、マーク2ではないか、怪しい人物がうろついていたと運転手から聞いていたと、次々指摘。ケンジは内心動揺するも、トシコと交渉し産幹部に、 新たなアジトを確保する。そこは、なんとかつて、柳川家に勤めていて、敏子の忠実な家政婦だった中村倉の自宅であった。倉の自宅に落ち着いた敏子と三人組。敏子と話しているうちに三人組の経緯等を話し、誘拐団の名は敏子の提案により、虹の同時となった。そして、身の白金について問われる。五千万という金額を聞いた都子は、 穏やかな表情が一変し突然激怒度。んぼ言わはったあんた、私をなんと思うてはる。痩せても枯れても大ながわいへの投手やで。見損なうてもらうては困るがな。私は、そんな安うはないわ。明日は面倒やから金額は、りよく百億や。それより下で、取引されたら、末代までの恥さらしや。ええー、な。百億やで。見た一分まからんで。 となんと人質が金額の値上げを言ってきた。100億と言われた3人組は思考停止し、狼狽してしまう。そのあたりから敏子が徐々に3人組を実質的に操り出す。時を同じくして、柳川家から敏子の誘拐連絡が駐在から、地元所葛田辺署を経由して、和歌山県警に入る。和歌山県警の碇大五郎本部長は、 青年時代散々落第を繰り返しながら、柳川家の奨学金で東大を出た人物である。恩人敏子をさらった者に対する憤怒に燃えながらも、冷静に犯人グループに完全と立ち向かう決意をする。かくして、敏子率いる虹の童子と怒りの世界犯罪史上に稀に見る奇想天外な頭脳戦が始まった。虹の童子は敏子が出演する生中継を、 tv 局にさせるという大胆極まりない行為に出る。二台の中継車を駆使する複雑な作戦で、さらに、わざわざサイケデリックな迷彩を施した乗用車を、使って tv カメラの前で走り去るなど、マスコミ受けする行動をした。さらに、海外の新聞、通信社どころか米軍までもが注目するなど、この事件は劇場型犯罪となり、世界中が熱狂した。検事 平太、正義は、トシ子の影響で確実に自らを成長させてゆき、完璧なチームワークを発揮するようになった。常に、覆面姿だったケンジがトシ子に素顔を見せた。トシ子は、彼の孤児園時代のやんちゃなエピソードを、スラスラと容易に思い出した。ケンジは驚愕し、嬉し涙を浮かべる。一方、ごく短期間で100億を用意するという一見無茶な、要請をされた息子。 娘たちも資金調達に知恵を絞る中で、それまでの世間知らずのボンボン状態を一変させ、団結、成長していく。高度な知性がぶつかり合う、様々な欧州と敏子の勇敢な行動に、百億は虹の同時の手に落ち、行方不明となった。その数日後、敏子はいかにも誘拐犯から解放されたかのような、形で発見され、事件は収束した、かに見えた。 しかし緻密な推理と刑事としての長年の勘から、ただ一人、碇本部長は限りなく、真相に迫っていた。この事件の主会は、並大抵の人間ではない。言うなれば、獅子の風格と、狐の抜け目なさと、そして奇妙なことだがそれに、パンダの親しさを兼ね備えたものすなわち、敏子本人である、と。彼は意を決して、敏子との最後の対決に出向く。 名家の主として常に毅然とした態度を要求され続けてきたトシコであったが怒りの前では本心を素直にとろし頭まで下げてみせたただし100億の行方と実行犯3名の正体についてはガンとして口を割らなかったそしてトシコの行動の動機がモノローグの形で明かされるそれは戦争に国民を巻き込んだ上3人の子供の命をも奪いさらには 相続税仏能の形で美しい奇襲の森林を略奪する政策を取った日本国政府に対する憤怒と復讐だった。さらに戦後に残った4人の子供らの不甲斐なやりさまに加え体の変調、周囲の人々の微妙な態度とから自らの士気が近いことを悟った名家の名手が愛する森と山々を守るために国家権力に挑んだ。これは 一世一代の清潔な戦いなのであった。今回の誘拐事件は敏子にとって自分の死後確実に衰退するであろう。柳川家を蘇らせ、そして子供等に勝を入れ、お山を守るチャンスだったのだ。三人との遭遇を転有とした敏子にとって、この二週間の事件は老後の寂しい生活に放さいたい時のメルヘンのような一時だった。 怒りは最後に2点だけ確認した。100億円が悪用されることはないか、彼ら3人は悪事を繰り返すことはないか。敏子は、ないと答え、怒りはそれを信じた。彼は、すべての真実を自分の内心に収め、公式には未解決事件として本件を処理するのだった。実行犯のその後の軌跡は4者4様である。平太は、 母や妹など家族らを救うために必要な一千万円だけを受け取り、今後は悪事から足を洗うと誓って故郷に帰った。正義はアジトで蔵から紹介された隣村の娘、クニコと結婚することとなり、一円たりとも受け取らず、肩着となった。そして、ケンジは、その後や長分家の出入り大工職人になった。子は、体重が少し戻るなど健康をやや取り戻し、 しばらくは命に別情はなさそうである。子供らや賢治たちの成長を見守ること、キーの美人を守り抜くこと、100億円の有効な使い道を考えること、一時は生きる気力を失いかけた都子には新しい生きがいができたのである。1991年に大誘拐レインボーキッズのタイトルで映画化された。舞台となった和歌山の地元独立局であるテレビ和歌山が、 撮影協力し、局内やスタジオ、テレビ中継者が随所に登場した。監督の岡本喜八の子娘である岡本真実が主要な役で出演しているほか、山藤正二と影山民夫が友情出演している。柳川本家の屋敷の所在地は、原作小説では和歌山県津の谷村という架空の村であったが、映画では実在する。 和歌山県龍神村に変更されている。大誘拐2018のタイトルで、東海テレビの制作により、富士テレビ系で2018年12月14日19時57分21時49分に、単発スペシャルドラマとして放送された。主演は、岡田雅樹。舞台を、東海地方に移して放送される。映画公開の10年前となる1981年に、 読売テレビによってテレビ映画化されており、同年3月12日に日本テレビ系列の木曜ゴールデンドラマで放送。岡本喜八の愛で死である山本道夫がメガホンを撮っている。脚本は、やはり岡本作品、月給泥棒を書いたこともある。松木博士、都は水野枝貴子、碇本部長は岸田森、虹の童子は藤岡博士、小倉一郎。 平泉進むという顔ぶれであった。2007年には韓国でリメイク版が作られている。大誘拐、福音寸文女子拉致事件という題で、日本語字幕版 DVD も発売されている。原作の大枠を保ちながら、ギャグ色を強め、どの登場人物もキャラクターが濃くなっている。ありがとうございます。